それでは勝ちましたタイガース岡田監督です。監督、しびれるゲームものにしましたね。そうですね、そういう意味でも9回の2点はね、大きかったですね、やっぱりね、はい、ノイジーが決めた際には監督喜び爆発させましたけれども、いやいや、あの2点目の意味どうでしょう。ね、まあね、2点って言わずに、まあ、あと1点ね、はい、まあ、この球場だしね、もうどういうね、これはもう昨日みたいなこともあるんで、だから、まあ、とにかくもう1点いくのでね、はい、まあ、固くバントもいって、うまくね、点との中野も出てね、うん、すごい良かったですね、やっぱりね、はい、その攻撃の方ではチーム初ヒットが大山のホームランでした。いやいや、これ初めてね、菅野投手と対戦して、なんか思ったよりもね、うん、すごくボールも切れてたし、なかなかヒットが出そうな、ね、感じじゃなかったんで、まあ、あのホームランもやっぱり多かったですね、やっぱりね、はい、大山はこれで6年連続の2桁ホームランとなりましたが、うんうん、あ、そうですか、はい、球団では岡田監督の持つ12年連続以来となる早抜き7人目の成績ということですけど、いやいや、これまだまだそれは続くでしょ、それは。あの、構想の段階から4番に据えることを予定していたこの大山のここまでの活躍というのはどのように見てますか。いや、やっぱり打点っていう部分でね、本人もすごく意識してると思うし、まあ、今年は本当にいい時ね、いい打席っていうか、ね、タイムリーも多いし、本当、まあ、最後までね、そういう、ね、打点王というか、それにこだわってね、もうそういうね、バタイトルも、ね、争ってほしいですね、はい。さて、一方の投げる方では、うん、伊藤将司が7回無失点、久しぶりに勝ちもつきましたし、はいはい、いいピッチングでしたね。いやいや、まあ、前回もね、まあ、2点でね、やっぱり援護点なかったし、その前もちょっと9回にね、やられた部分あったんで、まあ、今日はなんとかね、まあ、伊藤勝たしてやろうと、うん、これはもう、ね、今日は野手のね、もうミーティングの時でもね、今日はちょっともう点取ってやろうっていうのは言ってたんですけどね、もうなかなか点取れなかったけど、まあ、伊藤も、まあ我慢強くね、投げてたと思いますね。伊藤を8回の打席で7回99球投げた後、1点差で変える決断をされた要素というのはどこにあったんでしょうか。いや、もう流れに逆らわないようにしようですよね、ピッチングコーチとね。あれ、回ってこなかったら、もう1人が言ってたかもわからないけど、やっぱり回ってくる、ね、打順で、だからもう流れに沿って、ね、変えましたね。さて監督、今日でタイガースは72試合目を戦い終えまして、うん、はい、いよいよシーズンも後半というところに入ってきましたけれども、はい、次に向けても一言お願いします。うん、まあ、選手たちにはまずオールスターまでね、もうなんとかこうね、貯金減らさずに頑張ろうということをね、言ってるんですけど、まあ、なかなかね、ちょっとメンバーがね、まだね、ベストのメンバーが揃ってないんで、まあね、オールスター明けをね、目指してね、まあ、それまではね、まあ、今いてる選手でね、なんとかね、一つでも貯金増やしていきたいとは思ってます、はい。明日も楽しみにしてます。はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。勝ちましたタイガース岡田監督でした。